こんにちは。こんにちは。こんにちは。アバベルのお時間です。はい。今日はですね、大切なお知らせの動画でございます。はい。iPhone5 じゃない、iPhone6 と iPhone6 Plus をご購入される方が結構この時期多いと思うんですが、アバベルオンラインをデータ移行する際に、間違ったやり方をしてしまうとデータが消えてしまう恐れがあるので正しいやり方を、ご説明するという動画でございます。はい、はい、で本日星野プロデューサーに、はい、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。じゃ早速いきましょう。いきましょう。はい、まず下、右下のメニューを押します。で機種変更というボタンを押します。で次へ、でここで、iPhone の方も下のその他の移行手続きを押してください。iPhone も Android も両方。そうですね、 iPhone も Android も両方下の方を押してください。で移行開始を押します。すると移行コードの発行、移行コードの入力画面が出てきます。まず、左の移行コード発行を押します。すると自分のこの端末が紐づいた移行コードが発行できます。これを必ずスクショとか、あとは右下のコピーを押すとコピーしている状態になるので、コピーしてメモ帳に行ってペーストして必ず保存しておいてください。はい、はい、Android の方は iTunes 復元とかないので、こちら移行コードを発行し、移行コードをそのまま入力してください。はい、はい、でこちら先ほどちょっと関係した説明なんですが、さっきのこの手順を間違えてしまうと、移行コードを発行し移行コードを入力した後に iTunes とか PC を同期すると、この iTunes の何も情報データが残ってないものが上書きされてしまうので、アバベルのデータが消えてしまいます。そうなんです。でもし、はい、空っぽになったアバベルオンラインをもう一回上書きしてしまう、恐れがある、恐れがあるというか、そうなっちゃうんですよね。はい、一度移行済みの状態から再度バックアップからもう一回同期をすると、そこはご注意ください。ご注意ください。でもし万が一、してしまった、 上書き保存しちゃってデータが消えてしまったという場合、こちらの移行コードを発行されてる方でしたら、アバベルの運営さん、サポートのメールの方に、お送りしていただければ、復元できるんで、もし万が一消えてしまった場合は、ぜひお問い合わせに、多分この辺に、はい、アドレスが出てくると思いますんで、ここにお問い合わせください。で、お問い合わせの際は必ずこの移行コードを添えて問い合わせをしてください。はい、早くなります、きっと対応が。ですので、この移行コードを必ず全員ですね、もう皆さん全員しといた方がいいと思います。メモ取っといてください。はい、お忘れなく。はい。はい、というデータ移行の方法でした。皆さんも今回特に新しく iPhone 買われて、iPhone から Android の機種変、Android から iPhone への機種変、される方、ご注意くださいませ。ご注意ください。はい、以上です。本日は以上です。さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございました。YouTube でご覧の方はチャンネル登録を。ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を。何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。